どうもこんにちは、ノックさんお疲れ様です。今回ネットワークビジネスに関してのね、動画を拝見しまして、私もですね、ネットワークビジネスに関しましてはいろいろとね、思うことがあるんですけども、そのことについてちょっとお話ししようかと思います。よくね、会社員でこのままいいんでしょうかとかね、会社員でいたから自分は世の中のことがわからなかったり、他の業界がわからなかったり、それから会社員でいるがゆえに、ビジネスや投資を学ぶ機会がなかったとかね、限定的な人間関係しかできなかったとか、様々会社員でのデメリットってあると思うんですよ。きっとネットワークビジネスも同じようなメリットとデメリットに置き換えてみると、そんな特別なね、ビジネス形態ではないんじゃないかなと思うんですよね。まずね、ネットワークビジネスっていうのは、お金と人が集まりやすいっていうのがあります。あとはネットワークビジネスっていうのは、商品がすごすぎて、商品に依存して、集まったバイラル、要するに自分のチームってのは、商品がダメだと分かると、もしくは競合のいい商品が出てくると、さーっと引いていってしまうことがあるんですよね。そういう風な反動があるかな、メリットとデメリットがあるかなっていうのと、あと、仕組みが素晴らしすぎると、これまたね、仕組みによって人が集まって、その他の仕組みがもっとね、優れたのがライバルが出てくると、そっちにまたガーッとね、流れてしまうっていう感じで、ものすごくね、ネットワークビジネスの、組織っていうのは流動性があってですね、他の会社に移ったりとか、内部分裂をしたりとか、それからその仕組みを扱いきれずに反面に回ったりする人がいるっていう、そういうふうなね、デメリットが多いんじゃないかなと思うんですよ。結果、自分がどうこうじゃなくってね、ネットワークビジネスが悪いっていうふうな結論に単純に行きがちなんですよ。でも私は果たしてそうかなと思うんですよ。会社員であろうとも、お店をやろうとも、人を雇うビジネスをやっていようとも、ネットワークビジネスだろうと、暗号通貨だろうと、FX だろうと、何でもそうですけども、自分がそのビジネスを扱いきれたのかどうかっていうことが全てだと思うんですよ。でも、自分は悪くないんだけども、組織に騙された。会社の方針が変わったからうまくいかなくなった。商品が流通しなくなったから自分は破綻したとかね。なんか、そういうもんじゃないんじゃないかなと思うんですよ。いろんな状況に合わせて自分がどう変化したか、その、自分のいろんなね、手法、変化、これがなくなっちゃったから、鉱脈が尽きたから、そのビジネスに見限られたということであって、いつもかつもね、ネットワークビジネスが悪いんです。ネットワークビジネスだから悪いんですっていう風なのは、これはね、何度やっても同じことっていう風になるんじゃないかなと思うんですよ。ネットワークビジネスに魅力を感じて参加した。それはきっかけとしていいと思うんですよね。同時にどんなデメリットがあるのかってことをきちんと自分で理解して、そのための対処法を打つ日々がネットワークビジネスの活動だと言えるんですよ。メリットばかりに目を向けて、そのメリットしか人に話さないからこそ、多くの人が際どい質問をした時に答えられなかったり、ABC を組んで詳しい人を連れてこないと何もできなかったりとかしちゃうんですよね。だから表現方法も限られてきて、結果、法律としてインターネット上ではネットワークビジネスのことを知らせないでくださいみたいに蓋をされる事態になると思うんですよ。でも誤解なくきちんとメリットもデメリットもお伝えできるような人ばかりだったら、多分ね、ネットワークビジネスほど効率のいいビジネスはないと思うんですよ。なんせね、最初の話に戻って、人とお金が集まりやすいのがネットワークビジネスっていう、そのために作られたビジネス形態ですからね。そう考えたら、基本的にはネットワークビジネスは優れた仕組みだというふうに言うことができます。ただ、優れた仕組みでも誰でも扱えるわけじゃなくて、優れたドライブ技術がないと優れた車が運転できないように、優れたビジネス形態は優れた人じゃないとやっぱりダメージを受けるばっかりになっちゃうんですよね。ですんでね、最初は軽自動車なら軽自動車の運転でいいわけですよ。しかも助手席にはきちんとね、補助の人がついていて、ちゃんと教えてくれるみたいな。そういうところからスタートして、徐々にレベルを上げて、行く道も距離も長いし、凸凹道もあるし、いろんな悪路があるところを走っていけるようになると思うんですよ、徐々にね。例えて言うと、ネットワークビジネスってのは、そういうとこじゃないかなと思います。道は遠いし、曲がりくねってるし、途中ナビも効かないようなところを、はい、どうぞ行きますかってとこですよね。ゴールに着いた人にはそれなりの恩恵がありますけども、途中で工夫もなく、それから自己改革もなく変化についていけない人は脱落して大怪我をするってことじゃないかなと思うんですよ。ですんでね、ネットワークビジネスの世界に入った時に、あらゆるデメリットを引き受ける。そしていろんな変化についていける自分の覚悟をするってことが非常に大事なんじゃないかなと思うんですよ。もっと言ったら究極的にはね、そのネットワークビジネス、失礼しました。ネットワークビジネスが最初から詐欺でしたってものかもしれません。でも、それが見抜けずに参加したとしても、大切なメンバーさんとの関係を別にご破算にする必要がなくってね。これ、今日の話のクライマックスになりますけども、どんなビジネスに参加しようとそこには人がいますよね。その人たちに対して、誠実で真摯な対応をとっていれば、きっとそのビジネスが最初から詐欺でした、インチキ出したってことになっても、きっと自分のもとに今度ね、逆にそういう人たちが集まってくるんじゃないかなと思うんですよ。一つの例えを申し上げましょう。自分のことで恐縮なんですけども、以前ね、マトリックスアフィリエイトっていうビジネスがあったんですよ。あ、ちょっとバッテリーがなくなってきましたね。じゃあ、この話はまた別の機会にということで。それでは、今日もまな板の上でカン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 